むなちゃん、こんにちは。聴導犬ユーザー安藤美紀です。聴導犬あみです。今日はあみちゃんが見えるように、あみちゃんが見えるように、黒のファンピーはやめました。あみちゃん見える？よかった。では、始まります。聴導犬についてどんな性格が向いてるについてお話したいと思います。これは、聴導犬って使いますか？聴導犬ってどんな意味でも、聴導犬になれるわけではありません。うちがお願いしている聴導犬は、うつられた犬など、または盲導犬、介助犬、向いてない犬を受け取り、これを得ながら道具を見ることもあります。それでも、聴導犬に向いているのは、ほんのわずかなのだ。聴導犬っていうのは、ハードルが高いだ。他の盲導犬も、介助犬も、同じようなことが言えます。大切なのは、おじいちゃんの耳になるだけではなく、社会者だかだけどか、どこに連れて行っても大丈夫か、そこだって。犬は完璧な犬ではありません。犬だったら、勝てないところ、勝てない音だってあります。ポギンとは、音に対して、トンカンってある犬ってあることなので、あ、とか、と、無駄ちゃんは思ったあきだ。聴導犬は、無駄ちゃんの体の一部なので、いつでも一緒に行っちゃった。いろんなところに連れて行きます。ヤギを持っていくペットとは、使えます。大ちゃん、世界中、な、航空、バスに乗ると、いろんな音があっちゃいます。もちろん、雷や、アラブや、大きな音も、いつどこに行っても、おかしくないので、例えば、犬がこの勝手な音にあったとすると、ああ、びっくりした、怖い、怖かった、怖いだ、ドキ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 。そんな思いを抱えると、犬はドラッグが黙ります。聴導犬の暮らしは、このような犬を無理やり聴導犬はいません。犬の幸せを大切にかかま。聴導犬アーミーは、もっともかん、音痛いってどっかで。今の音、鳴ってたけ。まんか。あみちゃんが特技。どこでも、ちゃい、どこでも、寝れば。私は、
舞台やイベントのお仕事が多く、気が紛れ、ジャッパが多いでも。おみちゃんはどんなところでも、こう、こう、くぶくを書きながら寝てまん。しかも、口調で、近づけや、好奇のことも多いでも。ティッチャー、好奇、なったこともあります。プロペラ、好奇でしょ？めっちゃ怖い。もう、もう、もう、私は怖かったですか。もう、もう、こう、かっこよくても、ガガガガガガーと震えても、なっても、飛行機が到着いてもガーなっても、頭が当たっても、なっても、起きない。ついて、ああ、むちゃ。ああ、まあ、思います。ついたら、うん、あ、ママ、ついた。目が輝いていまう。ああ、むか、こんな性格なので、私はそこに行って、まあ、まあ、ついたけど。聴導犬は、どんな性格が向いてる、あ、むちゃ、あ、むちゃ、ここ、あ、むちゃ、ここ。あむ、あむ、ここ。聴導犬は、どんな性格が向いてる。くばい、たかな性格で。むらちゃん、いいな。チャンネル登録お願いします。また、聴導犬のネタがあったら、笑います。じゃあ、あむあむあむ、あむ、あむちゃん、パンパンパン、あむ。